外食もなんか意外となんか新規のレイジが好きなんじゃないかと思う。やっしゃあ、あなたたち気が合ってんじゃないですか。おじさん、おじさんか、いらんわ。おじさん、ありがとうございます。え、来いよ、れいちゃん。仕事、じゃあ遊びに来る、一緒に。鈴木君も一緒に行くから。そうやってから悪い誘いだから、なんで、ね、俺も行くよ、俺も行くんだけど、なんかイメージが、なんかイベントのイメージが伝わってこないんだよ。何のイメージですか。雰囲気がさ、踊りの雰囲気が踊ってじゃん。いや、ダッツダッツ、そこはダッツ。最終的には下北に行こうと思う。私下北から歩いてる。下北で何時に行くの。モア。そんな店ねえぞ。そんな店モアって。あれ、あれだろう、古着屋の人でしょ。おやすみなさい。寝たいよ。どこなの。下北沢にある架空の店なんだって。バーチャル、バーチャル、バーチャル、バーチャル。でもじゃあ、ね、場所は説明し、ね、ネットショップ。場所は説明し、どこなの。ネットショップ、ゾゾタウン。いや、どこなんだ。あ、こんにちは。みんな来るもん。あれ、知る。全然知らない。どうする、本当にここにも来てない関係ないとか言って、その可能性高いね。はい、どこなんだって。だから架空の店だよ。架空でもいいんだけど、どこなんだ。会話がずっと超なんかこうリピートのお互いルーティンの会話、そろそろ笑いを終わりにしてください。下北沢のミスタードーナツの近くで。ああ、あれか。昔か。やってるとこがなんだっけ。ルームパーティー、ルームパーティーなんかやってないよ。あれ、それ焼肉屋のスターでしょ。もう行かない、俺は行かない。カラオケではカラオケじゃない。